小規模優良大学ランキング。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているステシミンです。今日は小規模な優良大学ランキングについて解説しようと思います。今回のランキングはですね、大学通信というところが出している記事を参考にしています。全国の進学校2000校の進路指導教諭におすすめの大学についてのアンケートを取ったと、各項目5校連携で大学を記入してもらい、1位の大学を5ポイント、2位の大学を4ポイント、その次を3ポイント、2ポイント、1ポイントっていう形にして、合計点でランキングをつけました。まあ、このポイントについてはね、よくわからないと思うんで、まあ、1位と2位でこれぐらいの差があるんだな、ぐらいの基準にしてもらえればと思います。早速、ランキングを見てみましょう。こんな感じになっています。これね、ランキングパッと見られてみて、この順位微妙だなっていうか、このアンケート自体が微妙だなって思われた方いらっしゃると思うんですよね。それはね、僕も同じ感想を抱いていて、っていうのもね、一橋大学とか入ってるじゃないですか。一橋大学って小規模なのって思うんですよ。小規模の基準が多分学生数1万名以下の大学になってると思います。一橋大学って確か学生数6500名ぐらいだったと思うんですよね。ただね、僕の出身大学、まあ地方国立大学なんですけど、そこの学生数が確か6000名ぐらいだったので、9000名とかの大学って聞くと結構でかいなって思いますけどね。まあとりあえず1万名以下ということでランキングを作ったみたいですね。第1位は国際教養大学です。まあこれはね、偏差値とか考えても間違いなく優良大学でしょう。第2位は武蔵大学。武蔵大学って結構評価高いんですよね。第3位国際キリスト教大学でね、これランキング見てみると第1位の国際教養大学圧倒的なんですよね。2位に対して2倍近く差をつけています。そして2位と3位もちょっと離れてますね。また3位と4位でもかなり離れています。4位以下はあんまり差がないかなとは思います。第4位会津大学、第5位産業能率大学、第6位金沢工業大学。金沢工業大学、就職に強いって歌ってる大学ですね。第7位が一橋大学。まあ一橋大学は優良大学でしょう。第8位津田塾大学と、梅子ちゃんの大学ですね。第9位立命館アジア太平洋大学。立命館大学ではありません。立命館大学どう考えても小規模じゃないですからね。第10位公立函館未来大学と、そういえばそんな大学あったなっていう感じの大学なんですけど、一応公立大学でこんなの存在してましたね。個人的にはね、大規模な大学の方が好きですし、まあ楽しいだろうなって思うんですけれども、小規模な大学の方がいいっていう方はこういった大学見てみられたらいいんじゃないかなと思います。はい、この動画では小規模優良大学ランキングトップ10について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。